ちょっと風強いね今日は、約1ヶ月ぶり、ゴールデンウィーク以来ね、近鉄を撮影します。ここはね、三重県です。いわゆるね、朝日ストレートに来ています。ここでね、お目当ての列車ね、撮影していきます。でここは朝日ストレートなんですけれど、まあ、大体レンズがね、60ミリぐらいかな、まあ、いわゆるまあ標準形ですね。このカメラね、大体、秒間12コマあるんですよ。あの R6 なんでね、秒間12コマ、あるんですけれど、やっぱり標準形となるとね、秒間12コマあってもあんまり意味ないっていうか、やっぱりね、連写任せに撮影すると列車がいい位置で止まってくれない可能性があるんで、もうここはね、一発切り、一発勝負でやっていきたいと思います。でこの、さっきも言ったようにこのカメラ R6 なんですけれど、ちょっとね、あの少しでも連写稼ごうと、電子シャッターでちょっとね試してみました。電子シャッターにするとね、秒間20コマになるんで、あのそっちの方がいいじゃんって思われるかもしれないんですけれど、電子シャッターっていうのは、ローリングシャッター歪みのね、リスクが出てきます。で試したところね、やっぱりねちょっとね歪んでしまいました。なのでね、やっぱり、電子シャッターはちょっと使えないということで、メカシャッターの秒間12個までも、一発切りで勝負したいと思います。というわけでお目当ての青空2ね、無事に撮ることができました。まあ、なんとかねいい位置で、まあ、ちょっと気になるんだけど、まあ、まあなんとかいい位置で、まあ、シャッターを切ることができて、まあ、良かったです。でなんかちょっと裏かぶりするんじゃないかと、まあ、ちょっとねヒヤヒヤしたんですけれど、まあね、なんとか撮れて良かったです。ちょっと距離あったんですけどね、頑張って運転して、ここはね、小石路カーブに来ました。山田線ですね。ここでね、みじまるトレイン撮ってみたいと思います。みじまるトレイン撮るの今回で2回目ですね。撮るには撮れたんですけどね、でもやっぱりこの時期この時間、やっぱ太陽が高いね。相変わらずね風がねちょっと強いですね。さっきね、お昼ご飯その辺でね食べてきました。海鮮丼食べたんですけどね、美味しかったです。あの紀伊長島で取れたね、お魚 だそうです。美味しかった。今ね向こうに見えるのがあの小石路カーブの、踏切です。今度はねここから、上りか、うん、上り列車か、上り列車をねちょっとね狙ってみたいと思います。またねみじまるトレインです。
結構ねいい光線で撮れると思ったんですけどね、まだ日が高いのでケーブルの影が車体にかかってしまいました。やっぱりね相変わらず風は強いです。でここはねもう伊勢市内に入るんですね。ここでね、折り返しのミジマルトレインと、今朝撮った、青空2ですねの、明星からのね、鳥羽への送り込み回送を撮影します。お目当ての青空2のね、送り込み袋の送り込みですね。思ったよりもね来るの遅かったんですけれど、まあね無事に来てくれてよかったです。最後の最後はね、またまたね小石路カーブの、逆湾に来ました。さっきね、先月最後に楽を取った場所を行ってみたんですけれど、もう草がボーボーだったんでやめて、またねこっちに来ました。ここでね最後青空2を撮って締めたいと思います。やっぱりどうしてもケーブルの影がね車体にかかってしまうんですけれど、側面はねまああんまり目立たなくて良かったと思います。まあ正面はねどうしてもちょっとね目立ってしまうんですけれど、まあ側面はそんな目立たなかったんでまあ良かったと思います。今日はね本当ね一日天気が良くてね、そしてねちょっと風も強かった。このビデオの三脚はね結構軽いやつだでね、時折吹き飛ばされそうになってねちょっとやばかった。それで落としちゃうと多分ね壊れちゃうと思うんで、壊れちゃったらねもう本当大変なんで、はい、ということでね今回は、青空2とミジュマルトレインの撮影でした。今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。